はい、こんにちは、ブランサトシです。今回も新年度準備の動画を撮っていきます。今回は新年度の教師のマインドというお話をしていこうと思います。はい、教師はどんなマインドで新年度を迎えるべきかという話をね、今日はしていこうと思います。この教師の心の持ちようが非常に大事なんですね。教師の心構えが正しければ正しい方向に進んでいくし、教師の心構えが間違った方向に向かっていれば、当然間違った方向にね、クラスも進んでしまうわけですね。私がね、言いたいのはですね、これです。教師として持っていたい心の癖ですね。教師っていうのはプロですからね、プロとしてのマインドっていうのがあると思うんですよ。まあ、それが私のここに書いた心の癖なんですけども、その心の癖っていうのは初めは持ってません。持ってないんだけども、意識してそういう思考を続けることによってね、それは癖になっていきます。で、癖になったってことはもうそれはプロになったってことになりますので、ぜひですね、1年間取り組んでいただけたらなというふうに思います。特に私が大事だなと思った3つの心の癖ですね。それについてお話ししますよ。まず1つ目。まずは自分のせいだと考えよってことですね。教師の仕事ね。やってるとですね、いろいろうまくいかないことがね、発生します。もう、うまくいかないことの方が多いぐらい発生しますね。で、そんな時にですね、まずはそれは自分のせいなんだっていうふうに考える。まあ、そういう心の癖をつけておくことが大事なんですね。で、そもそもですね、教師の仕事って何かっていう、まあ、その一番元を考えてみればね、当然のことなんですが、子供の実態とかね、保護者の実態、地域の実態、まあ、いわゆる実態があるわけですよね。この実態をより良い状況に変えていくのが教師の仕事じゃないですか。そうですよね。勉強でもそうでしょ。子供が九九がわからないことをわかるようにしていくのが教師の仕事じゃないですか。ついつい悪いことばっかりしてしまう子が素直になっていくように、まあそうやって育てていくのが教師の仕事なわけじゃないですか。まあそれを考えればですね、まず自分のせいだと考えるのが当然なんですよ。ところが実際の現場ではですね、例えば、うまくいかないことがあったときに、それをついね、自分のせいだと考えず、人のせいにしてしまう先生って結構いるんですよ。例えばね、子供のせいにしたり、保護者のせい、ね、そして地域のせい、学校のせい、他のもののせいにするわけですね。自分のせいじゃなくて、これは人のせい。まあ、そう考えた方が気は楽ですよ。で、これもしね、人のせいにしていたらですね、今、目の前にある課題がですね、決して解決しないんですよ。絶対うまくいかないの。それはそうですよね。だって人のせいにしてるんだから、自分を変えないとその課題は解決できないのに、人のせいにしてるんですから、絶対にそれは解決できません。そうするとね、教師の本来の仕事である実態を変えるということがですね、できなくなっちゃうわけですよね。だからまずは自分のせいだと、自分が何か改善できることはないかなって考えていかなきゃいけないわけですね。まあ、最も多いのがですね、この子供ですよね。子供のせいにする先生って結構いるんですよ。職員室にね、一日いるとですね、いろいろ聞こえてきます。うちのクラスの大々ちゃんがまたこんなことして本当困るとかね。まあそれはですね、おかしいんですよ。困るんじゃなくて、あなたがそれを何とかするのが仕事でしょって話なんですよ。もちろんね、いろいろ大変で課題が解決しなくてね、愚痴の一つも言いたくなる気持ちはもうわかるんですよ。わかるし、時にはね、言うこともね、必要だと私も認めます。ね、私だって 100% そういうふうに考えられたわけじゃなくてね、これは子供が悪いなとか、これは保護者がちょっとなって思うことももちろんあるわけですけども、ただ心のね、芯になる部分は自分のせいだというふうに考えるというね、心の癖なんですよ。ですからこれを癖にしていけばですね、そんなこと職員室で言う必要がなくなってくるわけですね。逆に職員室でそんなこと言うことが恥ずかしくなってくるわけですよ。保護者のこともそうですよね。何かこうね、電話してガーって言ってくる人いますけども、その時それをね、天の声と聞くか、ただの苦情だと考えるか、これによって全然違ってくるわけですよ。そんなことを言ってくるということは自分に何か落ち度があったんじゃないかってまず考えることは大事なんですね。もちろん保護者の方が間違ってる場合だってありますよ。あるけど、まずは自分に何かなかったかなって振り返んなきゃダメなんですよね。ですのでね、ぜひですね、このまずは自分のこととして考える、自分のせいだとして考えるという心の癖をつけてほしいなと思うんです。そういう癖をつけるようにね、普段から思考トレーニングを繰り返してください。はい、そして二つ目です。失敗から学ぶということですね。教師の仕事に限らずだとは思うんですけど、結局トライアンドエラーの繰り返しなんですよね。挑戦するけど失敗するね。じゃあどうして失敗したんだろうって考えて、もう一回挑戦する、でまた失敗する、まあ、でも前よりは少しここは良くなった。じゃあ、ここをちょっと直してみよう。で、また挑戦する。そしてまたちょっとね、失敗する。で、失敗した場所だけをね、少し直していけばいいわけですよ。まあ、この繰り返しで実践というのは作られてくるわけですね。で、人によってはですね、その失敗をものすごく怖がる人がいるんですね。失敗しないように、失敗しないように。
ていう人もいるし、または管理職の中には、先生たちに失敗させないようにってする先生いるんですよ。まあ一見その時は失敗しないからいいかもしれないですけど、結局ですね、失敗を経験しなかったらね、本当の力ってついていかないんですね。だってずーっと失敗しないなんてありえないわけじゃないですか。必ず失敗があってね、でそこから学んで人は成長していくっていうのがね、本来の姿ですよね。それをね、失敗しないようにやっていったらですね、ほとんど挑戦しなくなっていきます。ここに書きましたね。失敗しない人はね、何もしない人だけなんですよ。ね、失敗する人っていうのは挑戦してる人なんですね。しかもね、失敗っていうのはもう誰も覚えてないんですよ。その時失敗して恥ずかしいなって思ってるのは自分だけど、周りの人はね、そんな、その失敗をいつまでもね、気にしたり覚えたりしてないんですね。自分のこと精一杯ですから。例えばね、あなたが失敗しても、その時みんな見ててもね、もうすぐ次の日忘れてますよ。ですからね、失敗を何にも恐れる必要はないし、失敗を恥ずかしいと思う必要もないんですね。全くみんなにとって関係のない話なんですよ。自分だけがね、その失敗を覚えてるだけですので、安心してね、失敗してください。で、やはりですね、管理職だとか学年主任とかね、その若い先生の上司に当たるような人たちはですね、ぜひですね、若い先生の挑戦を止めないでほしいんですよね。その挑戦を応援する方向でね、それやるんだったらね、こういう方法もあるよとか、こういうところを気をつけていくといいかもしれないねっていうような助言をどんどんしていただいて、で、ぜひね、挑戦させてほしいんです。それをね、初めから、そんなのやめた方がいい、失敗するからね、やめた方がいい、うまくいかないからやんない方がいいって、決めつけていっちゃダメなんですよ。ちゃんと助言して、挑戦させて、失敗させればいいんですよ。そしたら、次はね、もっとこういう失敗があったんじゃ、今度はこうしたらいいんじゃないっていうふうに言ってあげればいいんですね。まあそういうことでしかね、教師としての成長はないって私は思ってますので、ですからね、失敗から学ぶということをね、教師自身がちゃんと心の癖として持っている必要があります。それは子供に対してもそうですよね。子供たちに対してもどんどん挑戦させて、失敗したら修正させていけばいいわけですね。はい、これが二つ目でした。そして三つ目です。素直であること。これはね、子供に対しても、あと同僚、大人に対してもそうです。多分ね、私のことよく知ってる人はね、笑いながらにも聞いてると思うんですけども、そう、あんまり素直でなかったところがあるんですけどね。まあ本来は素直な方がいいと思ってます。私も本当は素直になりたかったんですけどね。まあでもだいぶ素直になれたって自分では思っています。はい、そしてですね、素直な人にはね、たくさんの情報が集まるんですよ。例えば誰かがね、こう授業を見たと助言してくれた時にありがとうございます、勉強になりましたって言えばいいんですよ。それをね、で何か助言をいただいたのに、っていうかそれはとかね、だけど、みたいなね、言い訳をするようなことだと、結局ですね、そういう人にはもう、あいつにはもう話さないってなっちゃいますからね。そうすると結果として自分のところにいろんな情報が入ってこなくなるので、助言を受け入れてくれる素直な人ほど、情報がどんどん集まってくるんですね。だってね、何か教えた時にね、ありがとうございますって言ってもらえれば嬉しいですからね。じゃあまた次も教えてあげようと思うわけですよね。はい。ですから、この素直であるっていうことがですね、非常に大事です。で、子供に対してももちろんそうです。何か失敗したなって自分で思ったらね、虚勢を張らずに子供たちに素直にごめんね、先生間違えたよって言える方が全体にいいわけですね。子供たちもそういう先生の方が好きなんですよ。子供に対してもですね、上から目線であまり物事を言ったりね、するようなことがない方が、それはいいなというふうに思いますね。はい、というふうにね、1、2、3と。自分のせいだとまず考えるということと、失敗から学びましょうということ、あと素直であるということですね。この3つの心の癖さえ持ってればですね、教師としてきっとね、うまくいけるんじゃないかなというふうに私は思っています。まあ、とはいえですね、例によって落とし穴もあるんですよね。その落とし穴については、この後メンバーシップの動画の方で解説していこうと思います。では一旦終わりにしますね。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。